また丸、三八、正幸、2016年9月25日、日、20時分20時45分の放送内容、鷹野さんに幽閉となった正幸、草刈正雄、と信繁、酒井正人、赦免されないまま月日が経つ、死期を悟った正幸は、ある夜信繁に、徳川と豊臣が将来激突した場合の策を授ける、番組内容、紀州旧土山村に幽閉となった正幸、草刈正雄、と信繁、酒井正人、第一行、正幸は信幸、大泉洋を通じ何度も赦免を願い出るが、家康、うちの清姫はそれを無視して着々と天下取りを進めていく。一方、一つ屋根の下で共に暮らすことになったきり、長沢まさみ、と春、松岡、信繁と霧の信濃での思い出話を聞き、春は思い悩む。やがて月日が経ち、死期を悟った正幸は、ある夜信繁に、徳川と豊臣が将来激突した場合の策を授ける。出演者、酒井正人、大泉洋、長沢まさみ、木村義乃、山本浩二、荒井博文、松岡、吉田羊、藤井隆、遠藤健一、中原武雄、小林隆、中川博、星野はじめ、藤岡博、高畑淳子、近藤正臣、内野清彦、草刈正雄ほか、原作、脚本、三谷幸義、音楽、服部隆之。